はい、ハルです。今回はですね、このコピックのインクペーパーを使って絵を描いていきます。で、コピックがね、こんな感じでインクだけで販売してるんですよね。まあ結構前からそうなんですけど、ちょっと前にデザインが変わってよりね、垂らしやすくなったというか、描きやすくなってます。なので今回はね、このインクを主に使って絵を描いていきます。このインクの先がやっぱり筆とかとは違って、もうもろね、ボトボトって垂れるような感じなんで、めっちゃ難しい。もう本来はね、この先をこうコピックのね、ペンに刺してインクをね、注入していくためなんですけど、まあ、過去にもね、何回かこの書き方をやってるんですけど、やっぱりね、慣れんっていうか難しいんですよね。で、難しいからこそ、うわ、これ絶対克服したいなとか、うまく書けるようになりたいなっていう目標がね、さらに更新されていくので、まあ頑張っていこうと思います。で、今回描いていくのはお花ですね。で、お花なんですけど、このインクの薄く広がったのを花びらに見立てて、一枚一枚描いていくようなイメージです。でもね、これほんまに全然うまくいかへんくて、ドライヤーでね、乾かしながらやってるんですけど、こう透明水彩とかよりも、やっぱりインクってね、軽いというか、吹き飛びやすいんですよね、液体なので。ちょっとね、もうドライヤーの角度をミスったら、すぐね、絵の具がね、ピューンって飛んでいっちゃうんですよ。だから、周りにね、ティッシュめっちゃ置きながらやってるんですけど、ドライヤーの風で、そのティッシュすら飛んでいってしまうっていうトラブルもあったりだとか、まあ難しいんですけど、このインクがね、広がっていく感じはすごい美しいので、それをね、楽しみながら描いてるって感じですね。コメントとかでも、ハルさんっていろんな画材使えるんですねって一回来たことあるんですけど、全然そんなことないですよ。動画見てもらったらわかるけど、私ね、ほとんどアクリルと透明水彩がもう8割9割占めてます。で、こういうインクの描き方とかも結構ね、練習してから描いたりしますね。実はね、この絵撮る前も1枚ね、同じようなの描いてるんですよ。試し描きみたいな感じでね。で、それでもなかなかうまくいかなくて、ちょっともうそろそろもうほぼぶっつけ本番みたいな感じでやってみようってことで今回描いてみたんですけど、動画を撮影しながら学ぶみたいな感じで、もうね、いい感じにいくかすごい不安やったんですけど、まあ完成はね、自分なりに納得したので今回は動画にしているという感じです。で、インクを中心に使ってるので、コピックで整えたりとか、絵の具もね、ちょっとだけ使ったりしてます。で、まあ今回はお花にしたんですけど、あと風景とかもすごい綺麗だと思うし、ちょっとね、レベルとかを上げて人物画とかでもいい感じにね、ふわーってした雰囲気の絵ができると思います。デジタルでいうレイヤーをめっちゃ重ねて描いてるような感じですね。なので、まあコピックね、このインクのみの場合ちょっと高いんですけど、で、しかもこんな使い方してね、もったいないっちゃもったいないんですけど、まあ、その分ね、出来上がる絵もやっぱ自分で結構ね、お、いい感じちゃうみたいな思ったりするんで、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、このコピックのね、インクだけは、まあ Amazon とかでもありますし、画材屋さんでもほとんど置いてあると思います。はい、そんな感じでもうすぐ完成ですね。ここまでありがとうございました。これね、完成した後めっちゃ表面がツルツルしてて、なんか上からね、ガラスを置いてるような感じで、もうね、これ動画伝わるかわからへんけど、めっちゃ綺麗なんですよ。はい、そんな感じです。他にもね、いっぱい動画上げてます。よかったら見ててください。じゃあ、バイバイー。